では第4回です。今度は224枚の色紙を32人で同じ数ずつ分けると1人分は何枚になって何枚余りますかという問題です。教科書で出てくる順番とちょっと違う、ずらしてあるんだけどね、まあこっちからが考え直してみてもいいだろうってことで、まず224枚の色紙、100枚の束が2つと、で10枚の束が2つと、で1枚ずつが4つ。で、これを32人で分けます。で、これを100枚の束を10枚ずつにすると、10枚のやつが10個できますね、こっちは。こっちを下ろして10枚。点点点。で、こちらも10枚ずつの束にすると、10個できますよね。だから10枚ずつの束が10、20、22。10枚の束が、10枚の束が、22個できるけど、この22個って32人では分けられませんよね。で、分けられないので、まあ最初から、分けられないので、最初から224の中に、32がいくつ入ってるかってことを考えることになります。で、それを筆算にすると、224÷32。で、まあ、こっからですね、22の中には32はありませんね。だこれ10枚ずつの束にしても32人では分けられないってことなので、ここには小が立たず、1の位から、ここから小が立ちます。で、22÷3。224÷3。上の位見ればいいです。22÷3。3421。で、3×21だから7だ。8だ絶対超えてしまいますね。だから7ぐらいを立てて、7×14÷3×421。22。あ、割り切れましたね。だこれで、ね、何枚余りますかの指定は。まあ、まあ、学校の問題じゃないけど、余らないって答えればいいよね。なので、なので、式は224÷32で、何枚ずつ、一人分は何枚になりますか？なので、答えは7枚。いや、余りはない。というような答えになります。では、続けて、第5回、第6回で、3桁÷2桁の割り算の筆算の練習をまとめてしていきます。